はい、皆さんこんにちは。靴磨き芸人のスバルの岡田と申します。よろしくお願いします。はい、ということで、前回ですね、中古で買った革靴のケア方法、履き下ろし前のケア方法を、お伝えさせていただいたんですけれども、今回はですね、皆さんがですね、中古の革靴を履く上で一番気になっていることであろう水虫、その水虫をですね、どう対処していけばいいのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。はい、というわけでですね、まあだらだら喋ってもしょうがないんで、もう単刀直入にこれを使った方がいいっていうのを、お伝えしていきたいんですけれども、はい、今回使う商品がこちら、 Mモーブレのモールドクリーナーでございます。こちら、Mモーブレのモールドクリーナーになるんですけれども、最近ですね、やっぱり雨の日が多いっていうこともあって、よくこちら、動画内でも登場させていただいてるんですけれども、これ皆さんですね、以前の動画とか見ていらっしゃる方わかると思うんですけれども、こちらの商品がですね、カビ対策の製品になるんです。で、カビ対策の製品が果たして水虫に効くのっていう方、結構いらっしゃると思うんですけれども、水虫もですね、実は、原因である菌がですね、カビの一種なんです。で、水虫の原因となっているのが白癬菌、白癬菌というですね、カビの一種が原因となっているんですけれども、その白癬菌にもですね、こちらのモールドクリーナーに入っている有効成分であるこの有機溶土がですね、白癬菌に対して効果があるみたいなんですよ。ということでですね、今回は中古で買った靴の水虫対策を、こちらのモールドクリーナーでどうやってしていけばいいのかを動画にしていきたいと思います。はい、ということでやっていきたいと思うんですけれども、基本的にはですね、以前の動画で挙げたインソールにカビが生えてしまった際のケア方法、そちらと同じようなケアとなっております。それではですね、まずこちらアルコール除菌のウェットティッシュで靴の中を、除菌していきましょう。すごいですね。やっぱつま先にはかなりほこりが溜まっておりまして、こんなに汚れが取れました。こっちもすごいつま先にほこりが溜まってました。いや、汚な。ということで、靴の中がきれいになったら、靴の中にこちらモールドクリーナーを拭いていきましょう。で、こちらモールドクリーナーを拭く際なんですけれども、このようにですね、履き口の外から、スプレーを噴出しようとするとですね、このソールのですね、手前のところに薬液が全部ついてしまうんですね。なので、この靴を裏返しにして、ノズルをこの靴の中に入れてあげてスプレーをしてあげるんです。そうするとですね、靴のこのインソールの先の方まで薬剤が届いてくれますので、靴を反対にしてですね、ノズルをこの履き口の中に入れてスプレーをしてあげるようにしてあげてください。で、大体2プッシュから3プッシュぐらいしてあげましょう。で、こちらも同じように、はい、このようにですね、靴の中に薬液をまんべんなく噴霧することができたら、靴をですね、風通しの良い日陰で乾燥させてあげるようにしてください。はい、ということで、以上が水虫対策でございました。意外と簡単でしょ。アルコール除菌のウェットティッシュで中を拭いて除菌してあげて、さらにですね、この白癬菌に対して有効と言われている有機溶土が入ったこちらモールドクリーナーを中に噴霧してあげる、それをしてあげることによってですね、ある程度水虫っていうのを防ぐことができるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。今までですね、中古の革靴を水虫が、ちょっとなということで、敬遠していた方もですね、こちらアルコール除菌のウェットティッシュで拭いてあげて、モールドクリーナーを靴の中に拭いてあげる、それだけで論理上はですね、水虫の対策というのができるようになっておりますので、皆さんもですね、ぜひぜひやってみるようにしてください。さあ、ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。